寿司の匂いどうにかならないんですか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことって、もうこれは戦闘に入るわけですか。覚悟はできたか。もう逃がしてはしない。貴様は終わりだ。おお、飛び降りてきた。やっぱり全然可愛くない。狭くね。勝負だ。アンダインが襲ってきた。あ、別にあの空間なわけではないの。ちょ、待って。訴えかける。挑発。訴えかけよ。アンダインに戦いたくないと伝えた。しかし何も起こらなかった。緑の間は逃げられないぞ。危険を正面で受け止める根性がなければ、お前に勝ち目はない。逃げられないの。お？アンダインは威圧するように見下ろしている。でも攻撃してきてないやんね、そもそも。訴えかける。なかなかやるな。ではこれを食らってみろ。おお、アンデインは仲間のことを思い拳を地面に叩きつけた。ちょっと待って、もう私はひたすら訴えかけ続けるよ。我々モンスターは長きにわたりハッピーエンドを夢見てきた。モンスターの言うところのハッピーエンドとは一体何でしょうか。アンダインは巨大な岩にスープレックスを決めた。特に意味はないようだ。意味ないんかい。とりあえずはい、体力を回復。ようやく太陽の光を浴びることができる。あと少しなのだ。あ、なるほど。あの場所やったらとりあえずダメージは受けないわけだ。アンダインはじれったそうに飛び跳ねた。どうなんやろこれ。ちょっと待って、避けることできないんやっけ。ここまで来て希望を奪われてなるものか。横からのやつ避けれるんかな。ちょっと、あ、そういう感じ。なるほど、そういうことね。あー、なるほどなるほど。ちょっとわかった。ちょっとわかった。とりあえずちょっと回復して、あー、遊びはここまでだ。これで避けるっていうか跳ね返すわけですね。あー、なるほどなるほど。ちょっと待って、そういう感じ。なんか急に動き出したんだけど。やめてよ、そういうの。行動。は、少しはできるようだな。ちょっと広くなった。だいぶ広くなったね。ただし、きっちり避けていかなければいけない状態になった。怖い。アンダインは指で喉をかき切る仕草をした。もうやめよう。仮に私がここで倒れたとしても。何？何ですか？緑になった。アンダインはじれったそうに槍を握り直した。緑になったら避けれんのやったっけ。アズゴアーに倒せなかった人間はいない。はっけ。アンダインはヒーローのように空を指さした。私はずっと戦いたくないと言い続ける。つまりここで私におとなしく殺されるのは貴様。何？何？ちょっとびっくりするんだけど。めっちゃゆっくりゆっくり。めっちゃゆっくりゆっくりやってきた。ちょっと待って。あれやん。もう。何？もう、回復アイテムがないぞ、私。あんなには仲間のことを思い、拳を地面に叩き、あ、なるほどね。わかったらおとなしくここで滅ぶがいい。滅びたくはないです。やべえ、反射神経が。あ、今のは避けれたのか。普通に普通に。ちょ待って、そろそろ私やばくない。あ、でも一応ナイスクリームがあるんか。人間は一体何でできているのだ。 80% が水分と聞いたことがありますが、つらい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 。そろそろちょっと多少ね、心が動かされてくれてもいいんじゃないでしょうか。普通ならとっくに死んでいるはずだ。いやー、私ちょっと回復してるからね。ちょいちょい回復してるから死なないんだと思うよ。いやー、あんなにじれたその時。ちょっと待って、つらいつらいつらい。てか、あの雪だるまのかけらはどうしたらいいの。ハグのイラストが書いてある。人間の決意は強いとアルフィーは言っていたが。お、
り回った、そういうのありですか。なるほど、そういうことか。どういうことですかね。おっと、ちょっとなんだかよくわからないぞ。どういうことですか。だが私も負けてはいない。待って、めっちゃダメージを受ける。おお、ちょ、アンダインは胸の前で拳を握りかぶりを振った。私の決意で終わらせてやる。しかしね、私もう回復アイテムがないんだ。あ、やばいよ、あと5しかないんだよ。つらーい。今すぐに。なに、なんかそのうちやってきそうじゃね。ちょ、もう無理ですよね、思ってた。我々の運命がかかっている。アイナ、決意を力に変えるんだ。頑張ります。セーブの場所がなくなっていますけど。覚悟ができたか。もう逃がしはしない。さあ、まあ終わり。めっちゃ長くない、やり。勝負だ。よし、私はひたすらに訴えかけ続けます。緑の間は逃げ切れない。ほいほい。なんかちょっとあれよね、リズムゲーム的な感じよね。なかなかやるな。ではこれを食らってみろ。怖いよ。当たる直前に青から赤に変わるよね。アンダインは含み笑いを浮かべている。我々モンスター長きにわたりハッピーエンドを夢見てきた。そのハッピーエンドを叶えようじゃないか。寿司の匂いがする。なぜ、なんで、どうした、何食べた、食べてきたの。寿司調理されてるよ、大丈夫。は、少しはできるようだな。動けるよねこれ。はい、怖ーい。無理すぎー。アンダインは胸の前で拳を握りかぶりを振った。アンダインに友達になりたいだけだと伝えた。誰かを思い出したようだ。アンダインの攻撃が少し弱まった。仮に私がここで倒れたとしても。おっと、本当に攻撃弱まってますかね。それ全然弱まった感がないんだけど。あっと、アンダインは指で喉をかっきる仕草をした。過去にそういう人間がおったんかな。アズゴア王に倒せなかった人間はいない。しかし君はアズゴア王ではないからな。ちょい厳しいよ。あ、元に戻った。つまりここで私におとなしく殺されるのが貴様のためなのだ。どっちにしろアズゴア王にやられるからということかい。いや、遠慮するよ。回復。何その無言のまま。何、ちょ、無理だから、そんなスピードで無理だから。怖い。分かったら、おとなしくここで滅ぶがいい。滅びません、私は。今がちょっと弱まってんじゃないの。どうなの。ちょ、そんな不意打ちありですか。ちょっとやめてよ。つらい。人間は一体何でできているのだ。 80% が 80% やったっけ。水分すぎじゃない。水分すぎ。案内はヒーローのように空を指さした。多分ここでなんか延々とね、逃げれんくってもう戦いたくないっていうのをちょっと示していく必要があるってのはここやと思う。普通ならとっくに死んでいるはずだ。それは別に何でできているかは関係ないよね。どう？私が今も死んでないのは回復してるからだから。回復アイテムがなかったら多分とっくに死んでるよ。人間の決意は強いとアルフィーは言っていたが、アルフィーが誰かがわかりません。なっと、当たってしまった。なるほど、そういうことか。わかった？私が回復をしているだけということがわかりました。ちょ、こい。おお、危ねえ。やめてよ、もう。だが私も負けてはいない。負けてないと思うよ、全然。全然。にゃー、怖い。もう、くるくるするしかないやん。
くるくる延々と私の決意で終わらせてやる。終わらせないでください。私はまだ行きたいです。辛い。おっと、当たってしまった。寿司の匂いどうにかならないんですか。お腹がすく。今すぐに。やだってば。あ、そっちだ、そっちだ。一発当たってしまった。これで終わりだ。ちょ待って、マジで終わるからそれ。あ、つらいつらいつらい。攻撃当たりまくりなんだけど。あー、やばい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 。はっはっは。いや、もう私体力がちょっとやばくてですね。おっと、危なかった。あ、もしもうバビコがなくなってしまった。ぬあー、死ね、さっさと死ね。死にたくない。ちょ待って、マジでくるくる。あ、無理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 すぎる。あ、やめて。やめて、もうほんと。ナイスクリーン。みんな君のこと大好きさ。これ以上邪魔はさせない。おっと、くるよくるよ。はいはい。あー、怖い。アンダインは息が苦しそう。ほら、そろそろ水の中に戻らんと。私は決して倒れたりはしない。君は倒れそうな感じはしないけれど。おっと、おい、無理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 、もう無理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 。あれじゃない、そろそろちょっとやめてよ。私から逃げられると思うな。いや、逃げられるんだよね。そこが強調されてるっていうことは逃げられるんだよね。お、また逃げます。私は延々と逃げます。あ、もう無理もう無理もう無理です。私逆に動きすぎてあれなんじゃない。ちょっと私あ、もしかしてもう逃げられるとかそういうこと。あ、そういうことなんじゃない。ちょっとそういうことやろ。ほら、逃げれた逃げれた。え逃げるな。ちょっと待って逃げられるんじゃないの。ほら、逃げられるやん。怖い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 。来ないで。なに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 。ウェルカムって出とった。なんか貴様どこへ行くつもりだ。ちょっとねちょっとね。Welcome to Hotland. Hotland. もしもし、今何やってるの？ねえねえ、今度さ、貴様と俺様とアンダインの3人で遊ぼうよ。のんきか。貴様とアンダインは気が合うと思うな。暇の時にアンダインの家に来てね。アンダインの家とは。マジでアンダインめっちゃ怖いんだけど。ちょ、助けて、サンズ。サンズ。サンズ寝ないで。めっちゃ逃げる。サンズマジで起きて。ん、なんかびっくりも、ま、何何何何何があったの。ん、どうした。あれ、ウォーターサーバー。鎧が熱い。でも諦めるわけには。そりゃこんなところにそんな格好できたら熱いだろうよ。水かけてあげようか。ウォータークーラーだ。コップに水を汲む。はい、コップに水を汲んだ。案内に水をあげる。はい、それはあげれてるのか。ちゃんとどう、大丈夫。お、シャキッ。何かしら誤解が解けましたかね。ん、何、戻ってったけど。サンズは起きたかい。あ、サンズおらん。アンダインどこ行った。あ、アンダインはどこへ行ったんすかね。このまま先に進んでっていいの私。ん？何？誰？お寿司？聞いてよ、全然違う、花か。俺喉乾いちゃったわけ。で、はるばるウォーターフェルから水飲みに来たってわけ。なんか水いっぱいありそうな場所から来たやん。そう、飲めばいいんじゃないかな。いる？
あんたなんで水を持って歩いてるわけ？かっこつけてるつもりなわけ？悪いけど全然ダサいわけ。は？お前に水をあげようと言ってるんだよ。なんだなんだ、ムカつくな。コップの水が熱さで蒸発した。コップもやばくない？何あれ、なんか殺されそう。私こんなところに怪しげなラボがある。それを見て決意がみなぎった。何の決意なんだ。ラボなんやあれ、ちょっとよくわからんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、パピルスに電話をかけてみたらいいんかな。てかアンラインどこ行ったマジで。あれ追いかけていくべきなの。おらんかったよね、でもサンズごと。